中野年男中野年男11月22日から1999年11月1日は、日本の実業家、政治家、貴族院多額納税者社議員、初代佐賀県武雄市長。佐賀県木島郡武雄町で、温泉旅館、春景や、経営、中野雄一、一夫妻の長男として生まれる。1916年、 慶応義塾大学部理財科に入学したが、志望校ではなかったため両親に、内緒で、旧制高等学校を受験して合格し、親の許しを受けて1918年4月、第7高等学校増資官に入学。1921年3月、奈校を卒業し、同年4月、東京帝国大学文学部社会学科に入学。1925年、 同大文学部を卒業したが、不況の最中での卒業であったため、じっくり学問に取り組もうと、同年4月、同大法学部政治学科に入学し、1928年3月に卒業した。大学卒業後、政治家を志し、西恩寺金持ちの情報担当秘書、松本豪吉の秘書となる。1928年11月、 下郷伝平人志久生命保険社長から勧誘を受け二重生命に入社。1931年10月、父が死去し、帰郷のため退社を申し出たが、下郷社長の計らいで、福岡支店長に就任。1933年、石炭事業に専念するため二重生命を退社。唐津炭鉱の開発を行い1935年に、経営が安定。 1939年9月29日、貴族院多額納税者議員に就任し、交友クラブに所属して活動。この間、与内三政海軍大臣の指名で、小磯内閣、海軍参与官を務めた。1941年11月、西九州石炭会社社長に就任するとともに、九州の約400の小炭鉱を整理統合した西日本。 石炭統制組合理事長となった。太平洋戦争末期には海軍商病兵の収容施設として経営していた春景屋を率先して提供し、他の竹尾温泉旅館の多くもこれに追随した。終戦後、戦争責任を漢字機属院議員の辞表を提出し、1946年1月29日に辞職が許可された。同年同月、公職追放となった。 1948年6月、椎茸原種菌販売の西日本菌類工業を設立し社長となり、全国椎茸普及会会長にも就任。1950年から販売した原種菌で重なし椎茸が発生し、その保証のため1951年に西日本菌類工業を解散した。同年、公職追放が解除。 1952年10月の第25回衆議院議員総選挙において、佐賀県全県区から自由党公認で立候補するが、落選した。1954年5月16日、初代竹尾市長に就任。市民福祉の増進、竹尾司法発行、財政再建などに取り組み、市長を2期務めたが、3期目を目指した市長選で落選し、 1962年5月14日に市長を退任した。ありがとうございます。